な。バババン、やっと勝利君16,810円、高野君14,000円ということで、お、勝利君当たってる。俺10円しか違う。マジで？すごいなそれ。いや俺も60円しか。いやもうしたら誰も攻めへんねん、そんな人。本番中カメラ回ってんのにさ、ロケあそっちのけで。あ、俺か。そうだよ。え、誰がやるの？お前やん。緊張する。ちょっと絞り出した。褒めようと思ってようやく絞り出したのが。めちゃめちゃ恥ずかしいで。はい。これを大事にして。僕はまた明日へと走っていきたいと思います。選挙が口説くんですよね、これ。ウォーリーさんの口説きも、ウォーリーさんが喋ってウォーリーさんが喋ってません、これ。なんだこれ。お前さ、こっちに振ってんのにお前がボケんなよ。ちょっと気をとこっちでしょ。なんかいいよ、なんかすごい大将が補習です。頑張れよ。お前ちゃんと教えたのかよ。そうやろう。DF のこと頼むぞ。クロ。ウォーリーさんが女の子になって僕に口説いてくるならと思って勘違いして帰ったんですよ。ちょっと待って。試合大丈夫なの？振られて。いやいいところで。お前。こういう時の表情は言う。豚ではない。はい、うどんちんが出ました。豚ではないですね。悲しいですね。さあ、それではいいでいいかなと思って。こいつずっとこれやるの、さっきこれを今の流行り。はい。